フリカ女子チームが判定に激怒、逃げる主審に集団暴行。記事によれば、PR コンゴの女子サッカークラブ、PC モテマペンベの選手たちがマゼンベ戦で PK が与えられなかった判定に抗議、レフェリーを追いかけて、残忍な暴行を加えたという、1対5で大量リードされている状況だった。この蛮行には世界のサッカーファンから次のような非難の声が続々と上がっている。恥をして、気分が悪い、全く笑えない。なんという暴挙、信じられない。現代サッカーとは思えない。なんという不名誉な行為、チーム全員を解雇しろ。記事よれば、PR コンゴサッカー協会は、モテマペンベの一部の選手に出場を停止処分を課したという。最後マジでフルボッコでくさ。王が見たら想像よりひどかった。女の子がこんなことするのか。なでしこもやれ。客席満員やぞ。愛子じゃなく逮捕だろ。ガチの集団暴行じゃねえか。期待後で負けてる試合でそれかいな。思ったよりすごかった。安全に暴行罪。捕まえないとダメだろ。普通にしばき回されててわろた。こんだけやって出場停止で済むんか。平均的な日本人男性よりはるかに強そうでくさ。男性主審と変わらんくらい女子選手没すぎ。よほど1対5に至るまでにレフェリングへの不満あったんだろうな。実力で負けてると感じてたら一つの誤審でここまでにはならんだろ。女子サッカー人気獲得のヒントがこんなところに。雨はダメだけど、ここに至る経緯がわからんとなんとも言えん。